生きられる社会を作るみのりチャンネル、アルコミ主義。皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は、おなじみの古い映画成瀬幹雄監督シリーズの第4弾としまして、流れるという、ね、作品をご紹介したいと思います。1956年の作品ですね。 Amazon プライムとかね、配信でも見れますので、ご覧になっていただきたいんですけれども、成瀬幹雄監督の一番の傑作でないかなという人もいますけれども、この流れる、惜しげもなく、主役級の美しい女優さんをドーンと3人も出しているという点でね、まあ、キャストの豪華さにおいては、最高の作品ということが言えるのではないかなと思いますけれども、ただね、美しい女優さんと言いましても、ちょっとね、今の美しいという基準とか感覚がちょっとずれてる部分があります。例えば浮世絵とかでね、うりざね顔っていうんですかね、ちょっとこう長い顔で目が細くてみたいなね、ああいうのが昔の日本の江戸時代からの美人って言われる人だったんでしょうかね。だけどこの時代の映画って言ったら、ちょっとねそういう感覚が残ってるんでしょうかね。まあ主人公の一人の山田五十鈴さんとかね、本当こううりざね顔、まあ現代的な美人、かっていうとちょっとね、少し違うような感覚もあるかなというふうな気がします。なので、ひょっとしたらね、今の若い人が、まあ若い人って僕らでもそうですけれども、これが美しい昔の女優だよって言われたら、ん?って思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。この「流れる」という作品は、群像劇っていうんですかね、まあ、軽く言うとホームドラマ、まあ、この頃テレビの、ホームドラマはなかった時代ですので、こういう映画を見て、みんな喜んでたというか、味わってたんでしょうね。そういう時代でした。でこの「流れる」はこの人が主役っていうのがね、ちょっとつかめないんですけれども、キャストは、当時の大女優たち、名前、僕らの年でしたら名前ぐらいは聞いたことある女優さんたち、山田五十鈴さん、田中絹代さん、杉村春子さん。杉村春子さんなんかはね、僕ら子供の時でもすごいおばあちゃん役でよく出てましたよね。それから岡田真理子さんから、まあ、大女優の代名詞みたいな高峰秀子さんですね。こういう豪華キャスト陣で、ございます。で、舞台は東京なんですけども、柳橋っていうね、芸者置屋を舞台にした物語です。で芸者置屋っていうのは、まあ僕なんかももちろん知りませんけれども、芸者さんがいろんな、こう、お座敷からね、お声がかかって出ていくんですけれども、そのお声がかかるまでの、まあ、待機場所というか基地というか、そういう場所ですよね。置屋さんっていうね、そういう芸者置屋さんが舞台の物語です。柳橋っていうところは、まあ、江戸時代からのね一番格が高いこう花町なんですよね。でその東京で一番の花町っていうのが、まあ明治以降、明治維新以降に、新橋っていう花町、まあ、よく聞く有名な名前ですけど、新橋に座を譲っていくというね。でそれまではこう格が一番だったんですけれども、この物語、まあ一言で言えばですね、その柳橋という江戸からの一番の花町がですね、まあ、時代の流れとともに徐々に徐々にこう衰退をしていくっていうね、そういう時代の芸者たちの、まあ、生活の現実っていうようなものを映した、そういう映画だということですね。でこの芸者さんたちの物語なんですけれども、その色恋沙汰とかね、すごい派手なお座敷のシーンとかね、そういうものは一切映ってなくて、やっぱりそこは成瀬幹雄監督作品の真骨頂といいますか、その芸者さんたちの生活、ね、普段の生活というのをひたすら映している。
それもですね、生活といえば、まあ、金ですけれども、みんな金に困ってるんですね。で、この流れるの中でも、まあ、途中でね、娘をその置屋からこう売春をさせたんじゃないかみたいなこう言いがかりをつけて、そのおじさんみたいな人が来て、で金よこせって言って、ゆすりに来るんですけれども、それがまあ最初から終わるまでずっと、まあ、縦軸の物語としてあるんですが、あの主人の山田五十鈴さん他ですね、皆さんどっかから金を借りてて、お金がない、お金がなくて困っているというのが、ずっと最初から終わりまでもうなんかそんな話ばっかりなんですよね。で、この芸者さんの世界って言ったら、まあ、着物とかね、三味線とかこう見栄を張らなければいけないっていう世界なんですけれども、その裏舞台バックヤードは非常に、貧乏臭くて困っているというね、そういう芸者さんたちのイコール女たち、当時の女たちの、まあ、暮らしの現実っていうようなものを見せていくっていうね、それが流れるの映画です。だけどね、成瀬監督の味わいっていうのは、これそういうお金がない現実の生活困ってるっていう話なんですけれども、それをなんかね、こう悲惨なかわいそうな物語みたいな感じでデフォルメして強調するね、かわいそうだなみたいなね、そんな感じっていうのはもう全然ないんですよね。成瀬監督のいいとこっていうか、本当に面白い味わいのとこですけれども、そういう状況っていうのをあくまでもね、なんか時にはちょっとユーモラスな感じで淡々と描写していくっていうね、それが、まあ、成瀬監督の真骨頂かなというふうに思います。この置屋の主人が山田五十鈴さんで、自らも芸者なんですけれども、その山田五十鈴さんの娘さんが大スター高峰秀子さんですけれども、この高峰秀子さんの方は芸者の世界が嫌でね、現代的ないつもこう洋服、まあ、着物の部分も出てきますけれども、大体こう洋服を着ててね、でこの映画の後半の方ではミシンを仕入れてきて、こうガタ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 ミシンで自分の暮らしを自立していくっていうのはね、そういうまあ現代的な女性の象徴として、この高峰秀子さん娘役で出てきます。そして杉村春子さんと岡田真理子さんですね、この2人がその置屋さんにこう通ってくる芸者さんなんですよね。で、この時のね、年齢がそれぞれ山田五十鈴さん39歳、高峰秀子さん32歳で、この39歳と32歳で親子っていう設定なんですけれども、あんまり違和感はないんですよね。だからまあ山田五十鈴さんをすごい年上に作って、高峰秀子さんをこう若作りに作ってっていうふうにしてるのかもしれませんけれども、後から考えると39と32で親子ってすごい設定やなというふうに思いますが、そういう年齢ですね。それから杉村春子さんもこの時点で47歳ですね。まあ僕ら子供の時結構杉村春子さんはよく出てましたよね。お芝居とかもねよく出てましたけれども、もうかなり、お年を召すまで活躍をされてたっていうことですよね。この置屋さんに、女中として入ってくるっていうね、まあ、そのあたりからこう物語始まるんですけれども、田中絹代さんね、名前はよく聞きます、うちの親ぐらいに言わせると、おお、それは大スターっていうことになるんだと思うんですけれども、この田中絹代さん当時46歳ですよね。で、今で言うと40代の女優さんって結構普通に、誰でしょう、広末涼子さんとかその辺でしょうかね、まだ全然若い、役回りも若いの多いですけれども、この映画の中ではですね、女中の田中絹代さんなんてもうあなた年寄りだからみたいな感じで、まあ、完全に年寄り呼ばわりというね、ひどいもんですけれども、この田中絹代さん演じる女中さんがその置屋さんをに入ってきて日常を見ているっていう風なね、こういう日常を淡々とこう群像劇のようにそれぞれのエピソードを映していくっていう風な、そういう風な映画です。で、だけどね、これ退屈かというと
なんかずっと地味にいろんなことが起こっていて、全然退屈せずに最後まで見れますね。昔の映画の魅力なのか、成瀬幸雄監督のテクニックなのか、本当になんか退屈せずに味わえる映画ですよね。一つの見どころはね、まあ後から後付けの知識ですけれども、美術、あの大道具小道具とかありますけれども、この美術ですよね。この置き屋がある柳鉢の裏通りっていうのがずっと何回も何回もシーンの間間で出てくるんですけれども、これ僕完全にロケで撮ってると思ったんですけれども、なんとまあセットっていうからびっくりしました。でね、成瀬監督のおなじみのね、2階のちょっとこう縁側みたいになってるところ、窓の外からのショットで女優さんたちが話してたり遠くを見てたりするっていうね、そういうパターンありますけれども、成瀬作品お得意のシーン、これなんかもねセットらしいんですよね。まあ見事な、美しく、めっちゃリアルに作られているこのセットなんかも、ほうこれセットかと思いながら 見るっていうのもね、これ一つの味わい方、面白いかなというふうに思います。それからやっぱりちょっとね、時代背景を考えながら見るっていうのも面白いかなというふうに思います。まあ、先ほども言いましたけれども、柳橋っていうのは江戸時代からの花町、江戸時代から、つまり徳川時代、旧の幕府の武士の人たちが、まあ、遊んでたような、そういう場所なんですよね。でそれが明治維新の時に薩長土肥、まあ主に薩長の人たちが政府に入ってきて、でだけどもこの柳橋っていうのは、その江戸からのね、伝統のあるもう芸を磨いたそういう花町なので、薩長の、まあ、田舎者が急に、権力を取ってこう江戸に入ってきたんですけれども、まあね、当時あんまりこう田舎者が遊ぶとこちゃうでみたいなね、そういう空気があったんでしょうね。それで新橋あたりが新しい花街としてこう栄えていくんですけれども、まあ、それと同時にその磨き上げる芸者の芸っていう風なものもだんだんと廃れていってしまうっていうのはね、こう消えゆくものへの愛情っていうか、同系っていうか、そういう風なものがこの成瀬幹雄監督この映画にはあるのかなという風に思います。でちなみに成瀬幹雄監督の祖先っていうのは、その旧幕府の人だったらしいですね。でこの出演の女優さんたちも、古い人はね、もともとその芸者出身の人たちっていうのがいますので、すごいリアルね。でその昔映画ができてきた時代って、その女優さんになるのは結構芸者さんがこう女優さんになっていくっていうのはね、そういうこともあったらしいんですけれども、まあその辺がね、リアルさをね醸しているのかもしれないなっていうふうな気はしますね。はい、いや、古い映画、まあ、ますますのめり込んでいってしまいます。面白いです。まあ、ノスタルジックっていうのはね、一番のこう味わいであるのは間違いないんですけれども、なんか見ていくうちにね、いろんなものが、あ、これそうかってなんか発見がいっぱいあるんですよね。でそれがなんか今の自分たちのこう生活に照らしてどうなのか、豊かさって何なのかなみたいなね、こういろんなことをこう目の楽しみとともにこう考えさせてくれるっていうのが、昔の映画の味わい方。まあまだね、そういうフィルムが残っていて、今特に配信とかいろんなもので、いつでも見ようと思ったら見れるっていう、本当にありがたい、まあ宝物みたいなもんだなっていうふうな気がいたします。はい、ということで今日は、成瀬幹雄監督流れるのお話をさせていただきました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。